じゃあこれラストね、テイク3でラスト。ラストってのはこの人はラストねってことね。もしかしたらこの先何か持ってるかもしれない。何度もすいません、レベル値は3体じゃなくて。了解です、叶えましょう。ラストって言ってもあれだよ、1回しかやってないから、2回目潜るのは全然ありだよ、この後ね。キラーメン、あ、そう、なんか最初戦ってる感じのリアクションでいくから。まあそうやな、まあ裏にメレシーいるところを見ると、まあまあね、大体の嘘はつきますけどね。ディアンシー、まあメレシーか。地味にムーンボールだったね今ね。ジャポノミ、貝殻の数字じゃないんだね。スピリチュアップ、え、なんこれ。マタさんはブルーベリー図鑑完成した？全くやってない。ストーリーしかやってない。え、待って、何？スキルスワップって。俺が知ってるディアンシーと違うんだけど。ディアンシーじゃない、メレシーと違うんだけど。ニックネーム紛らわしいな。バルトス、頑丈、そういうこと、そのためのメレシーか。俺の身、俺の身だね。指輪決まらない。皆さん、これがまたさん、またチャンネルの闇ですよ。そうだよ、これがまたチャンネルの実態です。リサイクルじゃないんだね。あ、でもここじゃないか。あ、いや待って、するとしたらリサイクルここだったよね。ソーブレース、めっちゃ削れる。ダメ上げか。頑丈痛め上げか、これで。永遠に削られる剣について。これタイミング難しいよね。これ守ると痛み分けのタイミング見せると、これラルトスの HP が低いままで次のポケモンに渡っちゃうから。
構相手の考えること多い気がする。ノーツパスの後継者だあいつもできるんだよな、できたんだよな、今できないっすよ。痛み分けが多分募集されてて、やばいってこれやばすぎやろこれ。さてこのお盆の実でタイミングをずらせるかもしれないここ難しいね相手目線ここ難しいよ。どこどこで落ちるのかこいつは。相手の、体力が11のはずなので相手の残り体力が21以上なら全回復できるね。なるほど、全回復しないと相手落とされちゃうもんね。あ、落ちたな毒だけでやられました。対戦ありがとうございます。タヤリです。もともとは先発を鬼火にしようと思ってたけど外すのが怖くて独特にしました。なるほど